合後に奥野さんとその大佐さんの試合が、はい、八百長だったんじゃないかって、はいはい、なんかそういう声も結構多く上がってて、はいはい、なんかその件もちょっと聞きたいなって思うんですけど、まあ、実際のところ やらせはないです。これははっきり断言します。まあ、もちろん試合見てもらったら分かると思うので、うん、あれがどうやらせたのか、でまあ、奥野さんが YouTube で多少いろいろ語ってるんで、面識があったのは事実です、はい、乱闘も含め、はい、やらせって言われちゃうと響きは悪いんですけど、要は演出なんですよね、うん、盛り上げるための昔の、カイさん分かるかな、ガチンコファイトクラブだったんですよ、はい、あれなんかがいい例で毎週毎週喧嘩とかばっかりしてるんですよ、うん、乱闘とか喧嘩とかばっかりしてだけど練習とか試合とかは本気でやってるんですよ、はい、だから要はそういうことと同じで、素人が集まってる大会じゃないですか、素人のね、喧嘩自慢みたいなのが集まってる大会で、まあ、別に俺と奥野さんに限らず、みんながそのあのブレイキングダウンという舞台をオーディションから含め、それぞれがこう頑張って話題を作ろうと演出して、みんなでこう頑張ってあのコンテンツを作ってるわけですよ。だからそれを一言でやらせって言われちゃうと、なんかちょっと違うなというか、試合はマジでやってるんだからっていう。だから、タイソンさんも奥野さんも、はい、なんかこういう風にしようよっていう打ち合わせをしてるわけじゃなくて、はい、お互いその試合を注目させるために盛り上げようよっていう、なんかそういう思いがある。だからここでこうしてこうしてとか、そういう細かいあれはないですよ。盛り上げようよっていう、そういう上で、そうです、そうです、まあ、起きたら、そうです、そうです、まあ、で試合はガチで、もちろんもちろんそうですね。やらせとは違う、やらせ、うん、やらせはないですし、ガチで試合して俺が負けたっていうだけです、はい、実際に今まで多分その喧嘩はたくさんしてきたと思うんですけど、はい、こういう格闘技というルールがある中で戦ったのは初めてだと思うんですけど、はい、実際にこの試合をしてみてどうでした？でも楽しかったですよ、はい、うん、まあ、最後はちょっとパンチ食らっちゃって、うん、そこから流れ変わっちゃって負けちゃいましたけど、なんか結構割と冷静で、例えば最初自分が攻めてたじゃないですか、はい、途中で一回クリンチみたいになったんですよ。あそこで本当の喧嘩ならここで長パンとか入れられるのになとか、結構あの時冷静にそういうこと考えてたりとか、うんうん、うわここで本当は肘とかバーンとか喧嘩あったらいけんのになみたいなことを考えてる時にタイブレイクとか、結構冷静で割と周りの声も聞こえてたし、緊張とかっていうのはそんなにないの？そうですね、あの自分あんまりね、緊張とか不安みたいなのあんまりないんですよ。だから別に今回出ることですごい期待値が高まってましたけど、別にそれによるプレッシャーみたいな、そういうのも別に感じないというか、あんまりそういう上がるタイプじゃないんで。逆にどうですか、パイさんなんか初めてアウトサイダーどんな感じの気分でした？そうですね、やっぱ多少緊張はありましたね、うん、だけど格闘技の試合においては数を何回もこなしていくうちに慣れてきちゃいました、ね、うん、だから今はもう緊張とか一切しない、まあ、そうですよね、慣れですかね。あ、楽しんでる感じです、はい、まあ、でも試合は負けちゃったものの、はい、こんだけ注目を集めさせるものがあるっていう、やっぱそれって魅力だと思うんですよ、ね、うん、なんかプロの格闘家でも強いけど、はい、お客さんは引きつけられない選手、はい、だけど、なんか逆にそういうものをすごい持ってたんで、自己プロデュースがすごい上手いのかな。そのブレイキングガンのあの日のヤフーニュースもトップ10に3問ブレイキングガンの話題が入ってて、はい、全部自分なんですよ、うん、全部自分がかっさらったんですね。そうですね、はい、あのジェロムレバンナとか出てたり、うん、対抗戦の喧嘩とかいろいろありましたけど、はい、話題になったのって自分以外いないんですよ。いや、そうなんですよ、はい、そんだけやっぱ、なんなんでしょうね、何がそんなに俺の記事が面白いのか分かんないですけど、そんだけ興味を出してるっていうのがやっぱ魅力ですし、うん、すごい才能だなと思いますけど、ね、ありがとうございます。で、まあ、いろいろ多分 DJ とか、はい、いろんなことマルチにやられてると思うんですけど、はいはい、試合終わった後にまた来てくださいっていう話を覚えてます、はい、本当に言ってて、今回負けちゃったんですけど、はい、なんかしっかりその言い訳もしなくてその負けを認めて、はい、逆にそこから所沢の大佐さんが強くなるストーリーってすごい魅力的だなって思うんですよ。だからまあ格闘技とかはやる気ないかもしれないですけど、はい、なんかやる気になってもらって強くなるストーリーが見れたら僕は嬉しいなって思いましたけど、まあそういただけるのは嬉しいですね、はい、まあ物事絶対はないんで、自分も今回だけしか出ないよって言い切ってましたけど、はい、なんだろう、自分以上にやっぱ応援に来てくれた地元の仲間とか先輩とかがめちゃくちゃ悔しがってるんですよ、うん、その姿とか声を聞いた時に、いやこれもう一回ってちょっと思ったんですよね、うん、やっぱ多分悲しかったと思うんですよ、はい、やっぱ地元で強いって言われて、うん、みんな期待してくれて、期待してて先輩とかみんな来て応援してくれた中で初めて負けた姿を見たわけですよね、うんうん、
すげえ俺以上に悔しがってる姿とか声を聞いた時に、うん、いやこれもう一回出て、まあ、例えば奥野さんじゃなくても相手が、はい、もう一回リベンジというか最後勝つ姿を見せるべきなのかなみたいなのはちょっとありますね。いやそこ見たいっすよね。なんか約束はできないですけど、ゼロではないというか、なんかでもそこを見せたらめちゃめちゃかっこいいなと思いますけど、うん、自分の少し多分恥ずかしい部分も見せて、はい、でそこをさらけ出して、はい、自分の弱さを認めてじゃないですけど、そうですね、そこから努力して強くなって勝ったら、うん、マジでそれは本当にみんなから称賛されると思うし、うん、まあ、なんか本当にかっこいいなと思います、はい、まあ、だからちょっと二度と出ないって言ってたのが、はい、まあ、ゼロではないなって感じではありますね。